茨城県道223号渡戸木原線三穂村、木原茨城県道223号渡戸木原線は、茨城県稲敷郡三穂村内の一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として、稲敷郡三穂村大技木原あ渡戸を起点とし、稲敷郡三穂村大技、木原を終点とする区間を本路線とする県道渡戸、木原線として、 茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号223となり、現在に至る。なし福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法、郊外10月14日よりハット ABCDE。 水原危険県道路元京町所平成26年4月1日現在、茨城県法、第1 0十七8 7号対象12年4月16日、茨城県国示第194号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より県道の路線名、及び、整理番号の変更茨城県法、第637号3月30日より、ありがとうございます。